はい、どうも、荒木です。最近ですね、非常にありがたいことに、僕のツイッターや、インスタグラムなど、コメントにね、最近スプラトゥーンを買って、うなぎさんの動画を見て楽しんでますとか、そういったコメントがね、届いて、やってる僕もね、すごい嬉しいです。まあ、確かに、最近クリスマスがあって、お正月があったじゃないですか。クリスマスプレゼントでもらった子供たちや、お年玉でね、買うっていうことも結構あると思います。最近僕もスプラトゥーンをやっていて、ランクが低い子、結構いるんですよね。まあ、やっぱり、今からでも、アップデが終わった今からでも、始める人は結構いるんだなって僕は思いました。なので今日は、いつも僕の動画を見てくれてる子たちは、もちろんスプラトゥーンをやってるし、まあ、こういう、初心的なことはね、わかると思うんですけども、今日はちょっと簡単な、まあ、最初の方に何をしていいのか、結構わかんないじゃないですか、初心者って。最初どうすればいいんだろうっていうポイントについて、ちょっとお話ししていけたらいいなと思います。じゃあ早速なんですけども、まあ、ジャイロ操作って慣れないじゃん。始めたてって結構こう、グワングワンしちゃうと思うんだよね。なので、まあ僕がやってるやり方なんですけども、僕はプロコンを持たない。持たないんですよね。あ、持つっていう感覚ってよりかは、支えるっていう方が近い気がしますね。持つとね、まあ、最初の方こうやってブレちゃうんですけど、足で支えると、こうやって、ブレないように固定がね、一応できるんですよね。ジャイロ操作って基本最初は慣れないと難しいんですけど、イカをこうやって走らした時に、この丸の照準がね、このバルーンから、それなければ、結構ね、慣れてる人だと思うんだよね。まあ、こうやってね、慣らせていくのもいいと思います。もちろん、スプラトゥーンを何度もやって、エイムとかね、良くなるので、まあ、スプラトゥーンやるに越したことはないんだけど、まあ、ジャイロ操作に最初慣れない人は、こうやって、画面をこう、動かす練習とかがいいと思います。まあ、今、試し打ち場で、相手もいないし、こうやってバルーンを倒すことできるので、まあ、ここで練習するのが一番なのかな。まあ、もちろんヒーローモードとかサーモンランもあるんですけど、まあ、好みでいいと思います。で、まあ、こんな感じでね、打ちながら動ければ十分。まあ、プレイ動画見てたから、まあ、こう塗られてるじゃないですか。こういう時にこうやってぴょんぴょん跳ねて、なんか、本当になんかよくわかんない。変なイカの動きしてました、俺は、最初の方。動画で見てるから俺もできるだろう、みたいな、思ってて、こんなことしてたな。こんな。ちょっと恥ずかしいんですけどね。まあ、有料化とかあってやめちゃう人もいるかもしれないけど、やっぱり始める人もいるわけだから。それはね、まだスプラトゥーン終わってないですね。なんかオワコンって言われてんだよ、スプラトゥーン。ちょっと悲しい。これは実況してるね、僕たちが、ね、盛り上げないといけませんね。ちょっと盛り上げていきたい。よし、じゃあちょっと縄張り行ってきますか。戦いに行こう。全然マッチングしないんだけど。なんでだ？こうやってね、マッチングしたのにね、始まらないこと多いんですよ。なぜだ？やっとマッチングした。アジフライか。長かったなぁ。待ち時間が長いや、待ち時間は。で、若葉集団なんですけど、まあ、塗りが強いんですよ、この武器。なので、こう、まあ、最初はジグ塗ってってもいいし、まあ、今の味方みたいにね、速攻敵の方に、行ってもいいと思います。はい。カーリングボム、ちょっと厄介そうだな。相手。相手、射程とか、考え、あ、これ、味方助けだけだ。うわぁ危ない。これインカーまで助けに行く。ナイスに落ち。あ、ナイス全員やってくれた。オッケー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 。まあ、このステージはね、絶対に戦いが起こるステージなんですよ。狭いから。狭いからこそ絶対戦い起こるんで、まあ、それは味方見てあげて、前出てあげたりするのがいいんだけど、まあ、最初の方はこうやって塗ってていいと思うんだよね。なんか戦いに行ってもさ、やられて萎えるだけじゃん。でもなんか塗ってる方が、賢いよ。あ、なんかボムで倒した。イエーイまあ、ボム投げてると、倒せたりもするので、まあ、僕戦いに行きますけどね。よし。味方やってくれた。
いいね。これインクアーマーで味方のカバー援護してあげる。なんかいるな。ナイス。味方倒してくれた。強いな。強い味方、ありがたいですよね。オッケー、綺麗にしましょう。今左から見えたんで。届かないか。ちょっと射程的に負けて、お、後ろからも来てる。あー、やべ。挟まれちゃったな。急に来たね、敵ね。あいの厄介だよな。今、自軍に入ったのを見たので、これ味方と一緒に、ナイス。敵が汚したとこ、ちょっとちゃんと塗りましょうか。まあ、最終的には自軍塗りきれいにできてる方がね、勝つことが多いんですよ。よし。お、いるね。上がってきそうだな。上がってきた。あ、ナイス、味方だけ。よし。ちょっとね、射程負けてる、射程っていうか、まあ、相手の方が、武器の距離が長いんですよ、相手に当てることができる。こういうのはボムで牽制しつつ、死なないようにね、戦うのがね、ベスト。今ちょっと相手の方が塗り強いけど、まあ、最終的に勝てばいいので、まあ、でも今負けてるんですけど、来てるな、なんか。あ、なんか上がってきてる。こいつ倒さなきゃダメだな。とりあえずボム投げときますか。逃げ場にボム。ナイス。相手今二人やられてるから、今濡れるチャンスだな。いいよ。いや、いい、全然いい、全然いい。じゃあ、ここ塗って勝ちかな。よーし。まあ、縄張りバトルってなんか塗るだけでもいい気がするしな。今回味方が倒しに行ってくれてたから、よかった。よし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 。まあ、正直ね、中盤あたりで、あ、これやばいかなと思ったんですけど、勝てました。てか、この短い射程でよう勝ったわ。まあ、焦んないことがね、感じですね。